どうも、まさるです。ただいまね、時刻は朝の6時なんですけども、今日はですね、カンパチを狙いに行きます。はい。スロージギングって言って、水深ね、200メーターぐらいの釣りをしていきます。ちょっと睡眠時間がね、1時間しか取れなかったんで、全然頭回ってないんですけど、絶対釣ろう。だいたいポイントに到着してきました。水深は120メーターぐらいですね、この辺。朝しか釣れないからな。1時間勝負だよね。1時間で釣れなかったら、まあ、ほぼほぼ釣れないかなって感じではある。だいたいこの辺ぐらいで一旦落としています。やりますか。いや、1投目で釣りたいところ。スロージギング疲れるんですよね。マジで筋トレ。というのも今回あるスロージギングは、300グラムあるジグを海底200メートルに落とし、そして魚がかかるまでひたすらしゃくり続けるという釣り方です。ルアーが330グラムぐらいあって、それをずっとしゃくり続けなきゃいけない。水深200メーターともなると海底にたどり着くまでも結構長いんですよ。初心者なんで優しい目で見てください。と、ここでまさかのいきなり来たぞ。思って来た。焦らずに巻いていく。うわー、来たな。巻くので疲れてきた。なんだこれは。回遊魚だ絶対。まあまあでかい気がする。おー、すげえ、めっちゃ引いてる。よし。いや、でもこれ外れたらマジ泣く。お、上がってきた。白っぽい魚影が見えんな。うわ、まだ重たい。来たぞ。よいしょー、来ました。ヒレナガカンパチですね。まあ大体重さ 2.5 から3キロぐらいなんですけど、まだまだでかくなります。じゃあこっから脳天締めと血抜きしていきます。じゃあこうエラ切ります。よいしょー。じゃあどんどん釣っていこうが。一応カンパチ以外も釣れるんですよ。何が釣れるかわからないです。ただまあ時々サメとかもかかるらしい。釣れんな。おい、ガソリン代分は釣れろよ。1リッター200円やぞ。高すぎるんじゃボケ。今日10リッター使うから2000円分は釣れてくれんと困るんじゃ。おい、ガソリン代元取れてもこの竿とリールで12万しとんぞ。どうやって12万元取るんや。あと3時間ぐらい経つと、これから1週間ずっと雨なんで、なんとか釣りたい。水深200メーターラインに来ました。めっちゃ重い。やっぱ120メーターと200メーターと全然違う。竿が折れそうなぐらい重い。釣り開始から4時間が経過しました。カンパチ1匹です。腕がパンパンです。俺マジこれさ、左手だけムキムキになると思うんだけど。え、地球釣った。くそ。え、めっちゃ軽い。投げた時より軽い。なんかないなってるよ。もうくっそー。まだカンパチ1匹しか釣れてないのに。今日はリタイアですね。帰りましょう。まあでもまあ1匹釣れたから、まあ俺ぐらいになるとこんぐらい釣れるよね。じゃあ帰ってきました。はい、それでは戻ってまいりました。ということで今日はですね、ヒレナガカンパチっていう食材ですね。いや、初回にもかかわらずね、釣れてよかったね。それではですね、早速観察していきましょう。こちらがですね、ヒレナガカンパチの全体像ですね。ちなみに大きいやつだと30キロとかなるような、かなりね大きくなる魚です。カンパチと何が違うんやという話なんですけども、まあ、特徴はいくつかあって、この幅をね体高って言うんですけど、体高がカンパチより広いっていうことと、あとはこの背びれがねとんがってるんですよ、ヒレナガカンパチは。まあ、ここまでだとちょっとね見分けつきづらいんですけど、一応ここです。尻尾のこの部分が白いとカンパチ、白くないとヒレナガカンパチです。ここ見れば一発でわかります。魚屋とかではね絶対カンパチとして売られてると思うんですけど、いや違うぞと皆さんね見分けてみてください。カンパチの名前のラインなんですけども、目にあるラインが特徴的なんですけど、これがね正面から見たら漢字の鉢に見えるからカンパチって言われてますね。はい、ということでそんな魚なんですけども、ちょっともうそろそろ呼ぶのめんどくさいね、ヒレカンって呼ばせてください。で今日はですね3品作っていきます。刺身、焼き霜、そして唐揚げ、この3品をね作っていこうと思います。ということで早速さばいていきましょう。じゃあまずはウロコ落としから。いやにしてもね、こんぐらいのサイズでさ、竿のシナリオ15キロとかさなったらさ、どうなるんやろうな。竿折れるんじゃないのか。いつかねそんなも釣れたらね面白いよね。ちなみにこのカンパチはおそらく 2.5 キロぐらいじゃないでしょうか。カンパチ言ってもな、ヒレカンですね。じゃあ反対側、
ゃあ洗い流していきます。はい、それでは頭を落としていきます。で、反対側で、背骨は関節に入れていきましょう。関節が見えない。背骨こうやって折ろうか。はい、オッケー。一応内臓を見ていきますか。で、切っていきます。綺麗な腸やな、これ。胃袋はちょっとなんか入ってますね。エビだ。オキアミみたいなのいっぱい食べてますね。あんな深海にこんなオキアミがいるんだ。今日はですね、カンパチの釜を唐揚げにしたいんで、釜をね、外していきます。はっ、オッケー。で、これ半分にね、切っていきましょう。よし、オッケー。じゃあこっち側、腹の血合いも落としていきましょう。はい、それでは綺麗になったところで3枚におろしていきましょう。カンパチぐらい普通の魚になるともう本当に料理系 YouTuber やな。でもめっちゃ美味しそうだわ。めっちゃさばきやすい。気持ちいい、さばいてて。もうね、いつもの魚がさばくの大変すぎますから、めちゃめちゃ気持ちよくさばける。よし、オッケー。実はね、今撮影日が5月20日なんですけども、さすがにこの時期だと脂乗ってないね。なめろうとかにしたら美味しいかも。失敗した。こっちは綺麗についてあげましょう。よし、オッケー。やっぱカンパチってさ、この謎のくぼみがあるんだね。ここに水が溜まるんですよ。はい、そしたら血合い骨を取っていきます。オッケー。はい、そしたら皮を引いていきましょう。よし、オッケー。まあまあ綺麗。お、綺麗に来た。じゃあこっから唐揚げを作っている間にですね、塩を当てていきます。島のカンパチは味が結構薄いんで、塩を当てて水分を出して旨味をね、凝縮させていきます。これで冷蔵庫入れてね、待っておきます。ではカンパチの釜。カンパチってあんまりね、唐揚げにするイメージなくて、普通塩焼きですよね。なんですけど、何事も挑戦ですよ。唐揚げで食べてみましょう。なんか美味しそうな気がするんです。そしたらですね、ここで登場します、片栗粉です。まぶしていきましょう。塩焼きはびっくりするぐらいうまいけどね。セット。はい、そろそろいい頃でしょう。これ絶対うまいよ。なにこれ、うまそうすぎる。うわ、どうしよう、絶対うまい。それだね、刺身がちょうど仕上がってきましたよ。これわかるかな、相当水分出てきてますよ。うわ、うまそう。すいませんね、ちゃんと美味しい料理を食べてしまって、飯テロですよ。で、今日はね、この一番皮目を多く残したカンパチ、こちらを焼き霜にしていきます。これ皮目硬いんで切り目入れときます。この力の調整が難しい。じゃあこれをね、炙っていきましょう。こちらガスバナで炙っていきます。これ皿に当てるとちゃんとね、皿割れるんで、皿に当てないように気をつけながらやっていきます。こんなん優勝やろ。
びっくりしたんですけど、炙ったら油出てきてる。皮目は言うても油あるんですね。じゃあ切り付けをしていきましょう。いいね。カンパチってさ、断面が綺麗なんよ。これがいいよね、この綺麗さ。映えるんですよ、どう置いても。もうカンパチって刺身もね、切っていきましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずは刺身からいってみようかな。これはさすがにうまいやろ。うまい。油の乗ってるカンパチとはやっぱ違うんですけど、食感もいいし、水分抜いたおかげか匂いもないし、味もやっぱねいいですね。うまいわ。はい、そしたらですね、焼き霜、こちらもいってみましょう。これはもう味なしでいきます。うまっ。めちゃめちゃ美味しいぞこれ。プリプリで、かつ皮目の油、これはね炙ったことによってジューシーで食感も良くて、めちゃめちゃ美味しいぞこれ。うまっ。そしたらね、ラスト、カンパチの釜です。これうまいんかな、どうなんやろうね。唐揚げがうまかったらもうそれはすごすぎるよ。いただきます。いや、めちゃめちゃうまい。これはね、正直言います、最高です。唐揚げにすると身がふわふわとろっとろの感じで、めちゃめちゃうまいですこれ。はい、最高ですね。はい、それではごちそうさまでした。やっぱヒレ缶めちゃめちゃうまいな。ちょっとね、味薄いなっていうのはね、前々から思ってて、今回ね、塩を当ててみたりとか、唐揚げにしてみたりね、して、ちょっとね、頑張ってやってみたんですけども、これがね、結構ね、最適解かも。うん、めちゃめちゃ美味しかった。そう、こんな感じで、船をね、使うと、内地とかでもよく食べられてるような、割と一般的な魚もね、取れたりするようになります。ということでね、まあこれからね、釣りも、いろんな漁法もね、上達させながらね、頑張っていこうかなと思っております。ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。